仕事が決まったって本当？何するの？どんなお仕事できるの？あ、それが企画書？見せて見せて。新発売の栄養ドリンクを配るイベント。それに私以外の新人アイドルも何人かいるんだ。コンパニオン？なんか楽しそうかも。あ、でも私栄養ドリンクって飲んだことないや。プロデューサーは飲んだりするの？人には必要なものなんだね。それなら働いてる人たちにいっぱいアピールして栄養ドリンクのことを知ってもらわなくちゃね。星のマークが目印の栄養ドリンクがリニューアルしました。試供品を配ってます。飲んでみてください。いい感じ。やっぱプロデューサーみたいに働いている大人がよくもらっていってくれるよ。これがあると走れるんだって言ったりしてね。私もアイドルをしていくうちにこういうのを飲むように。あれ？ねえ、あの子、ほら隅っこに一人でいる女の子。さっきからずっとあそこにいない？どうしたんだろう。もしかして迷子なのかな。お仕事中なのにいいの？でもこのまま声をかけないのも気になるし。うん、行ってくる。ここに一人でいるけど、どうかしたの？そうだったんだ。約束をちゃんと守って偉いね。ねえ、一人で待ってるのつまらなくないかな？待ってる間、私とおしゃべりしない？すごくしっかりしてるんだね。同じくらいの頃の私と比べたら全然違うよ。くーってお腹の音？お腹すいたの？何か食べる？って言っても今は栄養ドリンクしかないんだけど。そっか、まあそうだよね。けど、ふんふん、おお、わかったよ、プロデューサー。すぐ戻ってくるから、ちょっと待っててね。
私ね、今日が初めてのお仕事だからまだファンはいないんだ。だから私のファンになってくれない？ファンになってくれたらドーナツあげるからね。ありがとう。それじゃあこのドーナツあげる。私のこと知らない人じゃないからもらってくれるよね。こちらこそありがとう。やったー、ファン第一号だ。私があげたドーナツも美味しく食べてもらえて嬉しいって言ってるよ。あの子のお父さん、すぐに来てくれてよかったね。お仕事の方は持ち場を離れちゃったからちょこっとだけ注意されちゃったけど、でもあの子の笑顔が見られたし、私としてはそれでオッケー。プロデューサーのアドバイスもそういうことだよね。あの子あんなに笑顔になってくれて、やっぱりドーナツの力ってすごいな。思い出したら私も笑顔になってきちゃった。私の力？そっか、アイドルの私とドーナツで笑顔になってくれたんだ。ねえプロデューサー、誰かを笑顔にできるのってすっごく嬉しいことなんだね。初めてのお仕事なのにファンが一人できたし、これからもっとたくさんの人を笑顔にしてあげて、いっぱいファンになってもらいたいな。だから私決めたよ。私ドーナツになる。みんなを笑顔にするドーナツみたいなアイドルになる。